防衛省は、アメリカですら断念したレールガンの開発を加速するために、約238億円の研究費要求を提出しました。今回は、近未来の兵器である、電磁砲について詳しく掘り下げてみましょう。実際、このシステムは、低コストで運用できる可能性がありますが、それには、次世代の電力発電技術の開発も不可欠です。また、日本は、対中政策において、世界有数の危険地帯に位置していることを認識しておくべきです。中国の政治情勢が不安定である中、日本は、大規模なテロが発生しないかどうかについて懸念されています。しかし、今後は、世界でも、トップクラスの半導体生産国として台頭する可能性があり、その点では、国際的な注目を浴びるでしょう。レールガンが自衛隊の艦艇や車両に搭載されるかもしれないという可能性が出てきました。2024年度予算の概算要求の中で、昨年度に引き続き、防衛省はレールガンの研究に238億円を計上したと発表がありました。レールガンとは、電気エネルギーを使って弾丸を放つ砲のことです。別名電磁砲とも呼ばれています。ロボットアニメに出てくる武器みたいですね。従来の砲は火薬を使っていましたが、弾丸の初速を大幅にアップさせることが可能になりました。また、弾丸が小さいので探知されにくいというメリットもあります。実は、レールガンは SF 作品にもよく登場するおなじみの兵器なのですが、防衛装備庁は、すでに、研究用の試作レールガンを製造しているということで、自衛隊への導入も現実化に近づいているようです。防衛力整備計画という文書が、2022年12月に公開されましたが、その中には、今後もレールガン研究を継続することが明記されました。そして、前述のように、来年度予算概算要求に、研究費として238億円を計上したのです。推定されるレールガンの使用目的ですが、これまでの兵器では、対処が難しい極超音速誘導弾などに対する防空や、敵の艦艇や地上目標に対し、回避困難な打撃手段として使われる見通しと言われます。まずは、小口径のレールガンを製造し、データ取得後、中口径レールガンの開発が考えられています。防衛装備庁は、今後、対艦用の小口径レールガンを艦載または固定砲として、2027年に開発に移行できる段階を目指す方針と言います。対空用の中、口径レールガンは、固定または車載艦載システムとして、研究が終了した時点で開発に移行できるレベルを目指す予定となっています。将来的には、自衛隊の艦艇や車両にレールガンを搭載する可能性も考えられるのです。こういったものの、他にも、防衛装備庁は、国内外の研究機関とレールガン関連技術の情報交換などを行って、この分野における諸外国との技術協力体制を作りたいということです。通常の砲弾やミサイルの弾頭は、火薬の化学反応を使用しているので、威力の限界値が定まっています。対して、レールガンのすごいところは、単純に与える電力をどんどん上げていけば、理論上ですが、無限の運動エネルギーが弾丸に与えられることなのです。永久機関という単語を連想してしまいませんか？実用化されたら、他国の脅威に対する日本の守りのようになるだろうと期待する越も大きいようです。ここで、レールガンに対するネット上のコメントを紹介してみますね。レールガンは、その初速から曲射はできない。海面上10メートルの高さだと水平線は約11キロメートルだけど、その先までは攻撃できない。なぜなら地球が丸いから。だから、大砲やミサイル、弾道も巡航ミサイルも、など弧を描いて飛んでいく直線的な攻撃で迎撃できるミサイル、特に、落下軌道に入ると、修正が難しい弾道ミサイルの迎撃用に使うといいんじゃないかと思う。アメリカ海軍は2年ほど前にレールガン開発から撤退した。防衛省はその後も研究を継続しているということなので、
アメリカがぶつかった壁をクリアできる何かを持っているんだろう。砲口初速 2000M 程度のものだったら、火薬で撃ち出す弾と大して変わらない。使用目的として考えている極超音速変速機動弾頭を捕捉するのは難しいだろう。比較的小型の 40mm ぐらいの弾を使うとしても、マッハ5から10程度で突入してくる弾頭に確実に命中させるとしたら、射撃管制システムは言うまでもなく、弾速は 4000m、マッハ11程度は必要になると思う。アメリカが投げ出した方針寿命にしても、2500m 程度の試作砲での話。口径を小さくしても、それ以上の初速を出すものを目指すとなれば動かす電力ももちろん、砲身の材質や精度はどうする？中国でも、開発が継続中と見られているけど、それらの解決策、あるいはヒントを持っているのかもしれない。小口径レールガンは、見通しできる範囲内の対艦用だから、役割としては、隙間すぎて、既存の砲口火器、砲口火器兵器としての大砲、火砲を上回るメリットを示すことができない。しかも、開示も関与してないから、実験兵器的な要素が強くなってくる。開示も関与している対空用の中、口径レールガンが本命だろうけど、当然、対艦用としても、カバーできるだろう。対空用として新艦を組み込むのなら、小口径では対空には難しくなるだろう。威力という点から見ても、中口径サイズの方が何かと便利だ。などなどの意見があったようです。防衛装備庁では、すでに、レールガンの試作品製作を行っています。2024年度防衛予算の概算要求でも予算化を継続していますから、なんとか、この技術を実用化したいと考えていると見られますが、金額自体は、決して多額とは言えないと、専門家は言います。こういったものの、低下の検討すらつかない国民にとっては、どこが少ないんだ？と言いたくなりますけどね。日本では、一応、このまま研究や開発が継続されることになりました。少額とはいえ、だから庶民にとっては巨額です。2024年度防衛予算の概算要求の中にも計上されたので、レールガンの実用化を見越して判断したものと解釈できましょう。と言っても、まだまだ、実用化の時期は不明瞭だろうと思われます。そもそも、レールガンという名称は、砲弾を電気を使ったローレンツ勤む、電磁気力によって射出する兵器の総称です。どちらかといえば、フィクションの世界の兵器として、様々な作品に登場している近未来兵器と考えるべきかもしれません。2019年時点では、日本以外にも、アメリカやロシア、中国、トルコなどの国々が、レールガンの兵器化への取り組みを行っていると推測されてきましたが、その中でも最大の軍事大国であるアメリカは、早期のレールガン実用化を諦めたと言われています。理由は、予算の問題でしょうか？レールガンは、構造は、とてもシンプルな仕組みです。平行に配置された2本のレール上に砲弾となる金属片等を置いて、2本のレールに電流を流して電磁波を発生させます。その力を推進力として砲弾を放つという仕組みなのです。このように、物理的、構造的には、レールガンの仕組みは比較的単純なので、世界で最初のレールガンは、第一次世界大戦中の1917年のフランスで、同国の発明家が試作機を製造したと言われているそうです。ついでなから、アイデアレベルならば、なんと、今から、180年以上も、前の1844年頃から、レールガンの兵器としての構想があったと伝えられています。1844年といったら、日本では、天保14年、江戸時代です。11代将軍家斉と12代将軍家系の治世で、オランダが開国を要求したり、フランス軍艦が那覇に来航したりと、近代化の波が次第に強くなっていた時期でした。その後、第一次世界大戦や第二次世界大戦時には、ドイツや日本でも実用化に向けた研究が行われていたと考えられているそうです。意外と日本の技術も進んでいたんですね。と言っても、第二次世界大戦時までの科学技術力では、
レールとその上に置かれる砲弾との摩擦の問題が解消できませんでした。また、砲弾を射出させるだけの電流を生み出せる電力源の確保が難しく、実用化は見送られたという経緯がありました。しかし、ようやく1960年代昭和35年からに入ると、レールガンに必要な電流を発電機の進歩でカバーできる状況になったのです。そして、従来の物理的な火薬を使用した砲弾より、はるかに高速で射出できるようになったため、再び研究が行われることになったのです。そして、現在に至るというわけですね。